はい、どうもこんにちは。続きですね、多分続きになっているでしょう。次はケースをつけようかな。ケースをつけてからフィルムを貼った方がいいと思うんだ、僕は。そうすればケースが干渉したとかないと思うんだよな。いや、先フィルムかな。いや、まあケースでいいか。僕買ったのが、シュピゲンですね、シュピゲン買っとけばね、間違いないから。これはなんとね、三重構造のケースですよ。これはもう落としても平気よ。安心感があるかな、これって何？説明書はないの？説明書ないね。説明書ないの？これ取るよね、多分。シュピゲンだったら、シュピゲンのこういうアーマーとネスクサス5の時つけたんだ。あれ頑丈だったね。ケースをよく見せた方がいいんだな。久しぶりだから忘れちまってるぜ、ね、こういうのがいいんだろうな、衝撃吸収に。こういうとこ多分ね。見てこれ、カードっちょ。ほらこれもいいよ。もうでこれスタンドになるからね、こう一応ねピッて出せば。これいいっしょ。これ多分カメラ出ないっしょ、これならね。インにするよ。インしてみる。でこれをつけて、これもいいでしょ。こんなんも丈夫よ。ちょっとでかくなるけど、まあ落としても安全大丈夫と思えば大丈夫ね。ボタンの押し具合よね、やっぱり。あ、押しやすくなったね。あ、いいね。あ、押しやすいわ。これギザギザついてるから分かりやすいし。でほら、カメラ出っ張ってません。むしろへこんでます。なんかこう平らなとこなら落ちてもカメラ当たんないからね。でこっちも落ちてもこっちの方がね下がってるから当たらないっていう作戦ですね。やっぱ守備ゲンだな。これ2000何百円でさ、スマートフォン守れるなら安いでしょ。はい、本日はシュピゲンの三重構造のケースでした。いや、いいね、これでもう安心よ。やっぱシュピゲンなんだよな、行き着くとこは。これもう本体の色とか関係ねえからな、これで。ちなみにね、 3AXL のケースもシュピゲンのラギットアーマーですね。いいね、これでもう安心感が違う。もう、ああ、安心する、すごい安心感がすごい。はい、それではさよなら。